バンドロゴ・ペイン・オブ・サルベーションは、スウェーデン出身のプログレッシブ・ロック・バンド、略称・ポス。アルバムの物語性が高く、また様々な音楽ジャンルから影響を受けたアプローチを見せている。創始者、ダニエル・ギルデン・ロー2010年1984年、前身となるリアリティが、当時11歳だったダニエル・ギルデン・ローにより、結成される。1987年、 史上最年少でスウェーデンの音楽コンテストロック SM に出場し、ダニエルはベストボーカリストを受賞。同年同じく最年少でビートルズフェスティバルにも参加。1990年バンドのメンバー交代が行われる。ベースはヨアキムストランドベリからマグナス・ヨハンソンを経て、後にメッシュガーに加入するグスタフ・イエルムへ、ドラムは ミカエル・ペッテションからヨハン・ランゲルへと交代した。1991年にバンド名を Pain of Salvation に変更。初めてのライブを行う。1994年、ベースのグスタフが脱退し、後任にダニエルの実定であるクリストファー・ギルデンローが参加。1996年、キーボードプレイヤーとしてフレドリック・ヘルマンソンを迎える。1997年、 ファーストアルバム、エントロピアをリリース。1998年、セカンドアルバム、ワン、アワーバイザ・コンクリート・レイクをリリース。録音作業中に、ギターのダニエル・マディックが脱退し、後釜として、ヨハン・ハルブレンが加入。2000年、サードアルバム、ザ・パーフェクト・エレメント・パート1をリリース。このアルバムから、アートワークをダニエルが担当するようになる。ツアー中、 バルセロナでダニエルは左手の指を骨折したがツアーは断行された。2002年ホースアルバムレメディレーンをリリース。2004年エスキルス・テューナでのアコースティックライブを収めたアルバム12号をリリース。同年中にフィフスアルバム BE をリリースした。2005年初の映像作品 B を DVDCD の形でリリース。2006年 クリストファー・ギルデンドーが脱退。ベースはダニエルが兼任する。2007年、シックススアルバム、スカーシックをリリース。ベーシストとして、シモン・アンデショーンが加入した。また、ヨハン・ランゲルが2007年一杯で脱退し、レオ・マーガリットが加入。スウェーデン・セルベスボリ公演2008年、前年に加入したシモンが脱退。ベースを再びダニエルが兼任することになる。 2009年、ライブ DVD、エンディングシームズ及びミニアルバム、リノルームをリリース。2010年、セブンスアルバム、ロード、ソルト1をリリース。2011年、AS アルバム、ロード、ソルト2をリリースした。しかし、同年に、ヨハン・ハルグレンとフレドリック・ヘルマンソンが脱退。グスタフ・エルムが復帰し、ダニエル・カールソンとラグナー・ソルベルグが加入。 2014年、過去の曲をアコースティックで再録したナインスアルバム、フォーリング・ホームをリリース。2017年、節目のテンスアルバム、イン・ザ・パッシング・ライト・オブ・デ y をリリース。同年、ラグナ・ソルベルグが脱退し、ヨハン・ハルグレンが復帰。2019年8月29日、ダニエル・ギルデンドーのインスタグラムにて、新作アルバムのレコーディングの様子が公開される。 その後の彼のインスタグラムの投稿には、エンジニアリングに、ザ・パーフェクト・エレメント・パート1、レメディレームのエンジニアリング、ポンタ・スリングマーク、音楽プロデューサーのダニエル、ベリストランドのほか、メッシュガーのメンバー、フレドリック・トーデンダルなどのアーティストと、パンサーという仮タイトルのついたアルバムのレコーディングをしているというアナウンスが出た。2020年6月24日、 インサイドアウトミュージックの公式 YouTube チャンネルにて、新アルバム、パンサーの正式なリリースアナウンスが出た。同年8月27日に発売、リアリティ時代のみ在籍したメンバー、ありがとうございます。